ルックウッドは死にました。守護者の杖を持ってオリバンダーの店を出たら戦いになって。なんてことだ。大丈夫かね。君が身を守れるのは知っておる。何度も目にしたからな。だがルックウッド本人だと。あいつは人の人生をいくつも壊しました。止めることができてよかったです。そうだな。君はやるべきことをやった。その結果ハーローは捕まり、ルックウッドはいなくなったのだよ。全ての魔法使いに大きな貸しを作ったな。そうおっしゃっていただけて嬉しいです。次の準備はできてますよ。そうか。守護者が待っているぞ。君は困難な状況下で全ての試練を乗り越えてみせた。こんなことになろうとは思ってもみなかったよ。これで分かっただろう。ポートキー、金庫、ロケット、書物、試練、全てが欠かせなかった理由が、君は私と同じ力を持つ人間に、ここにいるサン、ニーフ、チャールズ、そしてこの私と同じ選択をしてもらうためだ。私の記憶を見た君なら慎重にならざるを得ない理由も分かってもらえると思うがね。人は必ずしも見かけによらないということさ。あなたも知っての通り、光なくして影はなく、また影なくして光もない。闇を打ち払う力を持っているからといってそうしなければいけない理由はないわ。どんなに善意ある有能な人物でも、手の届かないところにあるものを操作した結果どうなるかなど分かるべくもない。保管所に眠っているものを世に出してはならない。壊したくとも操りたくともその誘惑に耐えるのだ。君がじっくりと育ててきた魔法は我々が守護する秘密を守るためだけに使わなければならない。杖は持っているな。使うべき時はおのずとわかる。私たちの遺産を君に託そう。遅れでないこと、そしてこのドアの先にあるのは手つかずの保管所であることを祈ろう。城を守ってる魔法が地下からの侵入も防いでくれるといいんですが。あまり期待はできないがな。今は違っても、いずれそうなるのは間違いないだろう。他の先生にも知らせてくれてるといいんですが。先生方がすぐ来るといいが、入り口の場所は知っておるはずだからな。信奉者がいるなら本人も近くにいるはずだ。今までに比べたらマシですよ。諦めろ。ランロク様も神殿の来たらきっと喜んでくださるだろう。今度フィグとあの生徒を見かけたら憎いを受けさせて。ペトリック・カスタタリス。まだ来ます。
レベリオン。感情に迫っているに違いない。残念ながらそのようですね。とにかく探し続けるしかないです。ルーモス。災難続きだな。もう近くのはずです。見えました。ついて城の中に。敵を抱えて手早く撃退しましょう。プロテゴステーキマン。
しよう。城の下にあったなんて。ここに至るまでの痛みを思うと、ミリアムにジョージ、そしてロドゴク、数えきれないほどの者がこのために死んでいったのだ。ミリアムはこの力が善のために使われると信じていた。だがその危険性を知らなかった。彼女は君が目にしたものを見ていないからな。イシドーラが見せたものを、いかなる力であるにせよ、今や君が守護者だ。君はその力をどうするつもりだ？保管所はそのままにしておくつもりです。それはよかった。考えていたんだが。何です、先生。この1年、我々の旅のことはウィズリー先生を含む誰にも明かしていない。しかし今はもっと早く共有すべきだったのではと思っている。皆を信頼すべきだったと。守護者たちはこの秘密を永遠に隠すつもりだった。君はどうするつもりだ？守護者は正しかった。この魔法は危険すぎます。私はこれを永遠に封じます。そうか。だが君は一人ではない。私も力の限り君を支えるつもりだ。うん、思い上がった魔法使いどもめ。ここはゴブリンが作った。俺たちゴブリンのものだ。ランロク、やめて。あなたのものじゃない。こいつで遊びたいと思っていたところだ。ミリアムの杖、彼女がおとなしく箱を渡していれば、こんなことにはならなかった。愚かでウネボレアの魔女だった。
た者夫婦というやつか。あの女も諦めが悪かった。
今のうちに諦めれば苦しまずに死なせてやるぞ。
エリエザー・フィグ先生、諸君の中にも慕っていた者は多かったようだな。同輩たる教師陣にも得難い友だった。著名な冒険家にして知の探求者であった彼は名声を築き上げ、未知へと突き進んだ。あろうことか分別も安全もないがしろにしてな、ここにいるみんなにとって不幸なるお手本であったと言えよ。彼の冒険への情熱はホグワーツへの思いと同じくらい強かった。もちろん彼の妻マリー、あ、ミリアムかへの思いもだ。彼を失うのは辛い。フィグ先生は優秀な魔法使いの見本だった。時に鋭い知性を示し、常に素晴らしい探求の心を忘れず、そして誠実な友人だった。だけど絶対に忘れちゃいけないのは、誰にも比べることのできないあの勇気だろうね。フィグ先生がいなかったら、そう、これだけは断言できる。私はみんな、ホグワーツも何もかもが無事なのは先生のおかげだって。先生を知るみんな、ホグワーツのやり方でフィグ先生に敬意を示しましょう。先生のように知恵と機転、正しさ、そして勇気を持って困難に立ち向かおう。フィグ先生に。城の下にあったなんて。だ、彼女は君が目にいかなる力である。君はその力をどうするつもりだ。保管所を開くことにしました。力の休眠状態が永遠のはずはないですから。石動乱の辿った運命を知ってもそう思うというのか。石ドーラは能力を無駄遣いして人々を救おうとしました。今やこの力は私のもの。どう使おうと私の勝手です。君はそんな人間じゃないはずだ。この力がもたらす不幸と苦しみは魔法族の中で君が一番よく知っているだろう。
フィグ先生が死んだなんて。君ほど親しくなかったけど、いい先生だと思ってた。ウィーズリーを見直したよ。みんな、フィグ先生のことを忘れない。おじさんも、同じように弔えれば、アンはいつか僕と会ってくれるんだろうか。セバスチャン、君とアンが今どんな気持ちか私には想像つかない。きっとすぐ連絡つくよ。そう願いたいな。また連絡する。セバスチャン、大事な話があるんだ。ビクトール・ルクウッドと関係があることだよ。オリバンダーの店の外で騒ぎになったって聞いたぜ。かなり大変だったって？その噂は本当。でもそのことじゃなくて、襲ってくる直前にルクウッドが聞き覚えのあることを言ったんだ。アンが聞いたのと同じセリフだよ。子供は単なる未熟な生き物だって。待て、何の話だ？アンに呪いをかけたのはランロクの信奉者じゃないルクウッドだよ。最初からそうだったんだ。そんな、まさか信奉者だろう。ずっとそう思ってた。呪われた夜、アンが見たのはゴブリンだけだったはずだ。ルクウッドはランロクと手を組んでた。つまりあいつもイシドーラの遺産を狙ってたんだよ。だからアンが呪われた夜、その場にはランロクだけじゃなくルクウッドもいた。誰にも知られたくなかったあいつはあなたの妹を見て、アンを呪った。そのせいであんなことに。最低だな。ルクウッドは当然の報いを受けたわけだ。話してくれてありがとう。ゴブリンじゃなかったのか。君には謝らないといけないな。ずっと敵はゴブリンだと思ってた。でもそんな単純じゃなかったんだな。オミニスはアンと話したって。僕にも会ってくれるかな。詳しいことが分かったら連絡する。